オリビエトップページ性能高くね。ということで、どうも皆さん、こんにちは、水田です。本日はですね、こちら、スターレジェンド10連ガチャ来ましたね。スターレ10連ガチャ。で、まぁ、今回、キャラクターピックアップで、まぁ、ちょっと悪いんだけど、俺もう全キャラ持ってんだよね。で、まぁ、今回狙うの、金剛賞なんだけど、今回、金剛賞狙いで回していくことになるんですが、まぁ、ちょっと今回はね、今回ピックアップされるキャラクターの中の強いところとか、まぁ、この中の当たりキャラクター、俺が言う、当たりキャラクターと言うんだったら、このキャラクターかなっていうキャラクターの紹介とかを、ちょっと今回していきたいなと思ってます。まぁ、ガチャを回すところしか以外、勝たん。ガチャを回す部分以外、勝たんっていうような人は、まぁ、ちょっと後半、後の方に、まぁ、シークバーの方に時間書いておくんで、まぁ、そこら辺見ていただければなというふうに思うんですが、まあじゃあ早速行っていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。で、まあ今回のピックアップキャラクター、ここで見ていくんだけど、まあ割とね、優秀なキャラクターが多いですね。はい。で、一人目がルシウス。まあこれ、アビダメの鬼だな。まあちょっと、昨日の動画で闇属性編成講座っていうのがあったんですけど、まあルシウスはですね、アビリティをポチポチしてめちゃくちゃ火力を出せるみたいなキャラクターになってるから、アビリティのポチ数を気にしない古戦場肉集め編成とかだったら、まあ昨日の動画だったら17ポチ編成みたいな感じの使ったんですけど、まあそういう時にルシウスが、まあかなり輝いたっていうような感じですね。ワンチャン肉集めに使える。で、次、ターニャ。まあ、ターニャはね、かなり優秀ですね。まあ、回避した時に敵にスローをぶちかますっていう、まあ、めちゃくちゃ優秀なスキルがあって、まあ、フルオートでも使えるし、普通に使うこともできるしっていうところで、まあ、汎用性が高めのキャラクター、おすすめですね。で、次、ウーフレニー。まあ、ウーフとレニーのすげえいいところは、まあ、TA 確定持ちってとこですね。トリプルアタックが確定になってるから、うん。まあ、それによって、例えばキャンペーンクエストとか、まあ、古戦場の強い人の肉集め編成とかだったら、まあ、割とウーフとレニーは採用されがちですね。おすすめしたい。まあ、持っといて損はないキャラクターだなっていう感じですね。で、ルナールもね、まあ、アビリティコピーですね。R とか、レアリティが R のキャラクターにルナール2人いるんだよね。水着ルナールと普通のルナール。なんだけど、SSR ルナールは1アビのファクシミリが確定なんですよ。そうだから、まあ、持ってると持ってないとで、まあ、やっぱこう、やりたいことが、できなくなっちゃったりするっていうキャラクターですね。持っておきたいキャラクターだなっていう感じ、ルナール。まあ、最近だったら、まあ、普通の考えだったら、グラウンドゼロ、サラーサのね、とかコピーして無属性ダメージを追加で出したりとか、普通に使う上だったら、シスの1アビパクれるんですよ、ルナールって。そう、ルナール、シスの1アビをパクるから、古戦場でルナール、シス1、ルナール、2プラトンみたいな。まあそういう動きは全然可能性としてありますね。うん、どうなんだろう、今だったらオーキスとか組み合わせて、オーキス、シス、シス、オーキス、ルナールとかでパンチ、すげえパンチ、でもプレデターなんのかな、どうなんでしょうね。オーキス何かしらで活用したいななんていうふうに思ってるんですが、まあシスの1アビをコピーできますよっていう性能を持ってますね。で、次、バイトですね。バイト、まあバイトはね、俺実はフルオートでそこそこやれるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ回避率高めのキャラクターですね。回避して、まあヒュンヒュンヒュン、ただただ避けていくようなキャラクターになってます。奥義が回避率アップで、2アビがステータス大幅アップ、これ攻防連撃アップ、クリ率アップ、回避率アップ、敵対心アップっていう感じになってるんですけど、まあこれね、最終されたら化けそうだけど、現状デバフも、大きなデバフも持ってないし、うん、まあキャラクター枠としてはちょいきつ。ただ解放武器が結構優秀、ブラッディスカーですね。まあ技巧大の技巧大スキル持ってて、まあブラッディスカーは最終上限解放で、まあ結構化けたかなっていうような印象ですね。ちょっと見てみましょうか。ブラッディスカー、あ、これだね。グラファイトアーツ、アビダメ上限アップ持ちで技巧大の後進賞っていう、まあ割と隙のないアビリティ構成なので、解放武器としては当たりかなっていうような武器ですね。で、ディスペア、ジャンヌダルク。まあ、ジャンヌダルクはね、まあ昔一世を風靡したキャラクターですね。まあ現状だったら、まあ渾身派だったらあんまり使わないけど、ハイスイパー、ゾーイ組み合わせたハイスイパーとかだったら使いやすいようなキャラクターになってます。ただまあ昔強かったけど、最近あんまり使われない理由としては、追撃系ですね。ダメ上限アップ追撃系のスキルを持ってないので、結局ゾーイの2アビとか使って排水したところでダメージのキャップに達しやすいっていうジャンヌダルク、闇ジャンヌはね、特性があるんですよね。そこがちょいきついかな。まあただ1アビで防御加減、あれか、25%、片面 25% ダウンいけるし、で、あと2アビでね、攻撃力上げられるし、うん、
サポアビが強いんですよ、実は。そう、サポーターアビリティが強くて、自分の HP が少ないほど攻撃がアップする。まあ、だからこれを使うために増位使うっていう感じですね。で、やったら火力は、まあ、かなり高くはあるんだけど、上限が伸びないっていうのが現状の闇ジャンルかなっていうイメージです。で、次、ナルメア。まあ、ナルメアはね、12月に、上限解放、あ、違うわ、キャラ調整されるんだ。そう、12月にキャラクター調整がされるんで、まあ、それに期待ですね。現環境でも実は使うことはそこそこあって、まあ、反骨利用ですね。ナルメアってオーバードライブ状態の時に反骨っていう、まあ、スーパー火力パンチをかますことができるんですけれども、まあ、ナルメアが、そこら辺目的で古戦場とかだったら採用することはありますね。うん。まあ、95Hとかだったら採用余地はあるかなって気はするけど、まあ、プレデターに食われてるね、最近は。最近のナルメアマジでね、プレデターに食われてるんだよね。そこがちょっと問題かな。ブレグラだったら使ったけどね、俺ナルメア。で、次、バザラガ。なあ、バザラガはいいね。バザラガはいい。僕、一押しですね。まあ、やっぱ、初心者だったらマジでバザラガだったら激当たりだと思いますよ。バザラガは、まあ、奥義使った時に、ニアビを反撃でぶちかますんですよ。で、ニアビがそのニアビがめちゃくちゃ強いっていうような感じのキャラクターだし、あとサポートアビリティで20ターン無敵なんだよね。そう。20ターン不死身だからもう死なないんですよね。痛覚なき肉体。最強。っていうことで、初心者にもおすすめしたいし、強くなってきても、まあ、奥義軸の肉集めとか、奥義軸型で、あ、ポチ数少なめ奥義軸とかでかなり優秀だな。うん。そんなキャラクターですね。まあ、キャラクターの特性としてはそんな感じになってるんですけど、じゃあ今回お前、ガチの当たりって何やと。お前の当たりを教えてみっていう話なんだけど、俺の中で当たりだなって思うキャラクター、キャラクター部門ね。うん、キャラクター部門としては、ルナール、ウーフとレニー、ターニャ、バザラガ、あとギリナルメアっていう感じかな。まあ、ナルメアはちょっとその12月のキャラ調整の期待値込みっていうところで、まあ、ルナールは必須系キャラ、必須になる。状況によっては必須になるキャラクターだから欲しい。で、ウーフとレニーはまあこれTA 確定だから持っておきたいな。まあ、あれだけどね、プレデターとかも取れるから。TA 確定キャラクターっていう意味で闇属性はまあ結構いるんだけど、まあウーフトレに TA 確定で、ターニャ、まあこれ回避フルオートでも強いし、普通に使っても強いし、安定感がかなり高いのでターニャおすすめしたいのと、まあ、あとバザラガでね、さっき言ったように初心者にすげえおすすめしたいし、強くなっても使えるバザラガっていうのは俺の中で当たりなんじゃないかなと思ってます。何人中よ、 1,2,3,4,5,6,7,8 人中 1,2,3 45人か。俺の中で8人中5人あたりと言わせていただこうか。っていう感じだね。キャラ解放武器で言うと当たりと言えるのはディスペアとプラッティスカーなんじゃないかな。ジャンヌダルクとバイト当たったら、まあ個人的には当たりなんじゃないかなということで。7人になりましたね。おっと、当たりが7人になってしまった。大変なことになってしまった。当たり&当たり&当たり。外れがない。回し毒。ということで、まあじゃあ今回は。回していきましょうか。皆さんもね、もしよければ何出たか、こちらのコメントに書いてみてください。それじゃあ、まあ僕の狙いは申し訳ないんですが、もうキャラクターは全部持ってますので、このピックアップのね、まあ今回は金剛章狙いっすね。金剛章狙いっす。お願いします。金剛章が欲しい。お、虹来た。この虹は何でも出る虹だから。カスケードジェリーがさ、ちょっとあれに見えたわ。SSR の、なんだっけ。水の追撃時に見えた。マジでちょっとや、俺のこと混乱させるのやめてくれ。俺を惑わさないで。おー、ラストシーン。これが俺の罪か。ラストシーン。最後の罪だったのかもしれん。さあ、本番です。これが本番。俺の中にとってこれは終わり。終わりの始まり。ダマスカスと混合。ダマスカス混合、ダマスカス混合、ダマスカス混合。はい、ポン。そうなんだよね。そうなんだよ。まあ、基本こうなんだよ。まあまあまあ、SSR 武器出ましたから。ゴールドムーン1個からの SS レア確定ガチャでゴールドムーン2個。まあ、外れではないんじゃないですかね。何出るかな。何出ても。あ、極白人嬉しいかも。俺が唯一当たりと言わなかった極白人。あれ、俺、唯一当たりと言わなかったの出たな。俺だよ、みたいな。俺を、あたしも混ぜろよ。来たな。あたしも混ぜろよが。極白人来ましたね。これね、最終上限解放されたら面白そうかなって思ってて。奥義効果が、アビセイのアップですね。味方全体のアビセイのアップ。で、グラファイトアーツに費用なんだよね。なんか意外と使えそうな性能してません？
で、まあ俺まだね 4本持ってないのよ。まああのブラッティースカーとかは 4本持ってるんだけど、3凸も4凸持ってるんだけど、あ全然あるわすまん、お前いらなかった、もう4本持ってた、すでにすまなかった。まあ4凸がないんでね、まあ、4凸されたらちょっと期待したいかなというところですけど、うん、あちょっと見なかったことにしよう、見られなかったことにしよう、オッケー、困りマックス、こんなん出てきてもらっちゃ困りマックス、銀天が出てきてもらっちゃ困りマックス、困りマックス、マックス。